写真拡大1日、日本中央競馬会、JR へ、ツアー、丸山元気騎手、三保根本康弘厩舎が、新型コロナウイルスからの陽性と判定されたと発表した。新型コロナの影響で JR へ3騎手が乗り代わり、丸山騎手は、現在隔離療養中で、今後は所轄保健所などと連携の上、感染拡大の防止に取り組んでいく方針。24日、29日の新潟競馬で騎乗しているほか、感染の可能性がある関係者に対し、PCR 検査が行われる。